チャオ、あっちゃんです。今日6月の28日木曜日、あっちゃんちの晩ご飯、ちょっとね、画面が暗いな。はい、タコのお刺身を買うてきて、これ300円の2割引、240円に消費税でした。で、子供ちゃんはね、お友達もらったケンタ食べてんねんけど、でご飯がね、また一回全部食べてから、絡んだらご飯入れてきてっていうから、今とりあえずあっちゃんだけご飯入れてるけど、あっちゃんこれにね、卵買ったから TKG 新鮮な卵、TKG をしたいと思います。ちょっとね、 TKG を何ね、ロンドかけご飯にバター使う人って俺らしい。バター最高高いって言うのに、なんかさっき醤油入れて混ぜても美味しいとか、で白身だけメレンゲにして黄身を乗せても美味しいとか、いろんな食べ方あるらしいんだよね。じゃあ今回ちょっと普通にノーマルに卵入れて混ぜます。あ、ほんと、こっち置いといて、お皿置いといて、お皿のとこ置いといて、そこのところに置いといて、入ってきました。ではいただきます。お、美味しい。そこはね、ずーっていかなくて、水だこ、生だこ、調味料なし、食べやったらこの醤油かけたらだけだし、漬物だよ、これじゃ漬物だよ、こう、あ、いいか、でいいか、ねえ、おもちゃ、そうだよ、寝ぼけてると思う、ん、こちゃなかった、なさそう、ない、いでこか、あるやん、真ん中空洞じゃないと思って、途中途切れてるかと思ったから、こんな出るお店で。タコ美味しいね。生だこ好きやからさ。消えてないわ。やっぱかんってめくって。チリモク食べてよ、チリ食べたから、あ、そういうの取ってこ、チャオ、あ、チャオ、チャオ違うわ、はい、漬物取ってきました。きゅうりと、ズッキーニと、で、レタス、漬物取ってきてね。またこれはね、この模様はイニシャル T の方で。これを出して、何をつけたかは、また、イニシャル T を見てください。今、子供ちゃんはね、ケンタでお腹いっぱいになったみたいで、ありがとうございました。警視庁24やってんね、これ好きでさ、読みんだけど、
レタス結構シャキシャキなって美味しいんやけど、ちょっとね、野菜なかなか結構葉物野菜って使わへんねんね。キュウリとかノッキャスの方が使うってすごいな。意味が分からへん。よか多いな。こっちだ。こっちやし。ん？線香つけよ。こっち。うん。ここで線香つけよ。こうや。よいしょ。よいしょ、皮が多いねん今日ね。こう湿度が高かったり、なんだあれがあったり、変に温度が中途半端な温度であったりとかしたら皮が多いんだよね。まあ、あんまり温度が高くなるとおらんくなるんで、うん、30度前後ぐらいかな。なんかそれぐらいが皮一番繁殖しやすいらしい。雨降ったつにとか、おいしいわ。うん、ズッキーニつけもおいしい。おいしょ、わさびつけてよ。やっぱり来た。唇が痛い。美味しいけどね。でもやっぱりタコはそのまま食べるのが一番好きかも。わさびも美味しいけどね。いろんなお刺身はね、醤油つけたりわさびつけたりするけど、タコだけは生、何もなしで食べることが多いね。きゅうり古い古漬け、みんな使っておいしい。3日つけたかな。先っちょ硬かった。硬いけど美味しいわ。
タコ食べへんの？タコだけでない。真ん中だけ倒したといけるやつだ、いいじゃん。うん、もう炊きたてご飯の卵かけご飯、キケジ美味しいね、最高やね。いいね。あれ、ケンタだけいけた、うん、ご飯がいらん、うん、いいの、いいの、 TKG する、量は TKG はお茶だけ入れるだけでいいの、レタスね、美味しいね、美味しいねんけど、もうちょっと使ってほしいから日にちかかるかもわからんよ、いいかも。卵が、新鮮な卵やから美味しいわ。TKG とか、ね、お茶漬けには古漬けが合うわ。23円、ちょっとだけわさび辛くない程度に、まあ、風味が美味しいけどね。昆布の醤油美味しいな。昆布の醤油美味しいな。せやな。せやなって。残念、カツオ節でした。あ、昆布や、カツオ節や。抜けって言ったかもしれへんから、一応乗ったって言うと。漬けもいる？いや。なん、TKG に漬けも合うで。いや。いらんって言うんだよ。いや。美味しいな。いや。タコが美味しい。はい、ということで今日はじゃね、もうタコと、漬物で晩ご飯 TKG で食べました、美味しかったです、ごちそうさま。これはね、ケンタとあれと、まあ、イカルはあれ、ね、TKG 食べてこんな感じね、ティッシュこれはどこ、ここに、こうしたのかはい、いうことで、今日のあちゃんの晩ご飯、TKG とタコ、漬物で、あとケンタとで食べました。美味しかったです。ごちそうさま。今日のあちゃんの晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメントとかチャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。